エターナルウィークエンドアジアでございます。実況の吉野でございます。岩沢田です。はい、このラウンド2人でやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、夕方を超えてちょっとね、疲れが出てきたので、自分に元気ですかと言い聞かせてみました。強引にね、モチベーション上げとく、そう、強引に元気を出していかないとね、始まらないので、はい、エターナルウィークエンドアジア2日目のヴィンテージもいよいよ大詰めですね。第7ラウンド、これはデイブさんとアドリアさん、はい、海外のプレイヤーだった2名による遠征勢なのか、はたまった日本に在住で、そうですね、ヴィンテージを愛好している。ちょっとね、情報がないのでわからないですけど、まあ、国際色が豊かな大会になってくれるのは嬉しいですよ。ヴィンテージ海外人気がね、非常に高いというか、本場のヴィンテージとかすごそうですもんね。ヨーロッパとか、バザーロブ木線っていうヴィンテージを中心としたイベントとかもね、開催してて、世界中のね、ヴィンテージャーたちが、ヴィンテージャーたちがおいおい、アジアで何かやるらしいぞっつって集ってきた可能性はね、ありますよね。のと、これは日本式サイドチェック。お、これは日本在住の可能性が大。ジャパニーズスタイルですね。海外の方はね、ほぼね、あの15枚ですよってやらないですから、ね。はい、最近では日本でもね、やらないプレイヤーとか増えてきたなと思うぐらいなんですけどね。まさかのトラディショナルジャパニーズスタイル、フィフティーンってやつですよね。おお、こぼれてしまった。青いデッキってことがバレてしまった。おお、ジャッジにとりあえず、まあ、ライブラリーの逆向きのカードとかを修復してもらうと。相手のデッキをボレーしちゃった。春章とね、青赤めっちゃったら完全に青いデッキって言われた。まあその2つから推測されるのは、まあでも難しいよね、春章だけでは。難しいですね。まあ、大概は青いデッキだと思ってるので、うん、青いデッキはもう青赤フェッチと春章はまあ大抵入ってるから、大抵入ってるんで、まあ、ちょっと警告みたいな形になったんですかね。チェックをしてたので、気をつけてカットしてくださいねというジェッジからのアナウンスがあって、デイブさんはマリガンですね。今のところヴィンテージの試合見てて、浅原さん、このカードが面白いなみたいなのありました？今のところはアンセストラルリコール。1マナス3ドローで、ひえーってあれを通してる方が、まあ、結構勝ってるよね。確かにね、当たり前だけど、3ドローしちゃうとゲームに勝ってる。やっぱ一番強いね。タイムウォークとかは万が一大したことないやつよね。キャントリップになることも多い。確かに確かに。アンリコはもうヒエーっていう。そう。今さらアンリコに感動するのはあれですけど、まあ、確かに。まあでもヴィンテージは結構アンリコに、アンリコを打ちたいからヴィンテージやってるみたいなとこもね、まああると思う。なんかあのチャリス・オブ・ザ・ボイドがヴィンテージ制限食らったのは、やっぱりアンリコを封じすぎてしまって醍醐味が薄まるみたいなところがあるみたいですけどね。それが 100% の理由じゃないですけど。さあ、両名のデッキが来ましたね。アドリアさんのデッキ、バイフォース、力づくがメインクラブ。さすがもう流暢な筆記体でね、
ほぼほぼ読めないっていう我々の英語力では。読めねえが。バイホース、トレジャークルーズ、これは読める。タイムウォーク、ストーリーサイレンス、ソーリング、サーチフォーアズガンダー、オーイエスアイアン、パイロブラス2、プリオダイ、テイゴ、ボンダル、オッケー、お、始まってる。おう、レッツゴー。レッツゴー。デイブさんが一旦エメラルドを出して、こう。デイブさんの方のデッキは、こっちは読みやすいですね。多少でも、象形文字的なアルファベットで書き方してるから読みやすい。薄でしたわ、うん、アドリアさんは始まりましたよ、ライブラリーオブアレクサンドリア劇場じゃないですか。あ、始まってしまった。アレックス劇場が。あれ、でもアレックス手札7枚ある。あ、置いちゃったら7ないのか。普通にルビーを出して割られてるんで。あ、でもあるのか。アレックスドロー、このカードもやばい。これはほんまもんにやばい。まあこれは初手限定なんで、一旦目に置くともうマウントですよね、うん、ライブラリーマウント。まあアドバンテージゲージというかね、将棋の評価値だったらね、一旦目にアレクサンドラを置いた瞬間に2000ぐらいまでいくからね、バーンつって将棋の評価値では2000相当鬼単位評価2000か、うん、飛車角取ったみたいなぐらい1手目ですよね1手目です。そんなアドバンテージ源の源であるランドを使って悠々とドローを続けるアドリアさん。デイブさんはモックスを割ったのみでちょっとアクションはないまま、ダブルマリガンなんでね、ちょっとね、これも手札は少なかった、動きにくいわけですけど。ああ、ダークフェイデン、これは泥棒じゃないですか。あ、これはエメラルド泥棒エメラルド泥棒もとんでもないものを作りましたよと。さあ、ここで瞬章ですね。あ、なるほど。出したマナでせめてクロック出してダックエイで潰そうと。そうですね。そうきたかっていう感じのアドリアさんですけど、まあ、潤沢な手札を使って、まあ、ウィールとか使ってもいいと思うんですが、うん、OK だと思うんですけどね、うん、まあ、ただ大体そのアレックスを持った人の行動パターンは手札を、まあ、別に7枚維持すれば勝ちやしと言って、確かに確かに使わないことが多い。これだけ巻いたら2ドローやしみたいな感じで、まあ、モックスを奪うという、ね、役目はもう果たしてるんでね。そうですね、まあ、泥棒を倒したが帰ってこないっていうね。4マナ、ジェイスか。ジェイスですね、青春を刻むのジェイス。 JG がね、これ JG が強いんですよね。さあ、トップ見せてくれよと。なんでしょうね、英語なんか青いカードっぽかったんですけど、デイブさんのデッキは何で勝ったのかな。字が読めねえ。ヤンパイとかそういう系ではないのね。まあ、そうですね。稲妻が3枚入ってると。スナップキャスターメイジがたくさん入っている感じかな。スナップキャストコントロールみたいな。とりあえず反動を見せてくれよということで、はい、天井は
圧倒的なつまずき対決が行われます。どっちがつまずくんだ？デイブがつまずいた形。デイブさんがつまずきましたか？つまずかせ合い。メンタルミスステップ。綺麗に並ぶというか、半目にメンタルミスステップ。メンタルもそれはくじけますよ、あんな。心が折れないければいいんですが、手札がないですね、やっぱり。ダブマリ分と。はい、アレキサンドリア、プラスダブフェイデン、プラスジェイスっていう。マウントにより、マウントひどすぎる。何一つ盤面にはね、クロックとか出してないんですけども、もう覆せないほどの差が。マナで負け、プレンズウォーカー不在、クリーチャーに1いるっていうことだけがデイブさんの勝っている点ですけども、今のところ現状は。時間の問題気もね、するんですけどね。そうですね。まあ、ジェイスがいれば手札ちょっと使いましたけど、アレキサンドリアのすぐにね能力も復活する。目の前にリカバリーして、あ、もう復活。アレックスドロータイムウォーク。テクテクテク。今日もお散歩。ただいまより販売ブースにて爆風選手権を開催いたします。お好きなバッグ1バッグをご購入いただきまして、確かにこのタイムワークを許しちゃうと、ジェイス使ったアリス使ったアンリコみたいなもんですもんね。皆様ぜひご参加ください。ルールを打つのもさもなく販売ブースにて爆風選手権を。マナディマナ D 入るとちょっとまた泥、マナすらも泥棒していく。大泥棒。マナドレインの無色マナを使って普通にガッシュキャスト。それはもう終わったでしょ。ガッシュハードキャストはこれはもう詰んでますね。投了しないのがでも男気。マナドレインのマナ D って訳し方いいですね。ドレインは読まない。マナ D がね、マナ D。 まあ今となってはカウンタースペルのね、上位互換といって過言ではもちろんない、はい、2マナで打ち消して、打ち消した呪文のマナコスト分だけ次のメインフェーズで無色マナを得ると。トワイムウォークがスナップキャスターから飛んでくる。これはハードコア。いやー、でもこれは畳まないですね。畳まない精神もすごいですね、はい、デイブさんハンドないですよね。右側に隕石が降ってきたら勝てる。まあそんなピンポイントな隕石があるかっていう、ね、自分が巻き込まれない、うん、まあ、放送石がまず吹っ飛ぶんで、そんなピンポイントの隕石第6部でしか見たことないですよ。あ、メンター。メンターでデッキコールだったと。アドレアさんのデッキはジェスカイメンターという形で、デイブさんたまらずですね、圧倒的なアドバンテージをつかむ前に、ね、ちょっとねゲーム崩壊してましたね。うん、まあ、ちょっとアレックスで一回壊せないとやっぱりとんでもない土地でございます、ね、7枚ハンドがあるとタップするだけでワンドーできる。ライブラリオブアレクサンドリアが、いやもうほんとフィーチャーマッチね、フォーマット問わずオールドスクールでもヴィンテージでもとにかく出した方が勝つぐらいの勢いですよね。あ、なんかウィキとか見るとね、昔はあのカードアイウィンって言われてたらしい。愛別名愛ウィン。我勝ちなり。多分セットするときにみんな外人行ってたもんね。愛ウィンつって、愛ルーズつって対戦で、その場で投了。特に後手番のときにね、ドローセット愛ウィン。セット愛ウィン。
アユにセットします。なんとかエンドにドローします。名前がアユウィンと強すぎでしょ。シンプルにしてディープなニックネームがいいですね。まあ最古のねエキスパンションセットアラビアンナイトにね収録されたわけですけど、あの時点であそこまでイカれたカード作れるってのすごいですよね。そうですね。むしろ黎明期だからこそブレーキを踏まなかったんですよ、まあ、だからこそ今の面白いヴィンテージがあるわけで、そうですよね。最近のカードがそのライブラリオアレクサンドリアをベースに作られてなくてよかったですね。あー最近のカードがベースのカードどれにしようかっつって、アレクでしょ基本は。基本はっつってアレクが7だから今度は6のアレクを作ろうとか8のアレクを作ろうみたいなことになってなくてよかった本当に。まあ1マナ77とかになるだろうねクリーチャーも。制限時間です。オダン選手権第7回戦制限時間です。まだゲームをプレイしているゲームライト44とかの世界ですよね多分ね。一番そばにいないテーブルがございましたら手を挙げて周囲のジャッジにアピールしてください。オダン選手権第7回戦制限時間です。さあデーブさんが先行で、オダン選手権まだゲームをプレイしているテーブルで周囲にジャッジがついていないテーブルがございましたら手を挙げてジャッジにアピールしてください。デイプさんの方はね、アレックス入ってるんですけど欲しいですね。アイウィンディギスですね、このアレックスはマリガンに弱いん で、ね、結局ギフト系は天からの贈り物で初手にないと役に立たないということ。ちょっと力戦みたいなとこありますよね、そう考えると、うん、ドロー力戦と考えるといかれてるんですけどドロー力戦を解決しターンエンド対してアドリアさんも今回はアイウィンではなくシンプルにフェッチからをトンダーは鏡打ち、トンダーにはつまずき、今度もつまずいてもらうよと躊躇なく刺していきますね。そうですね、トンダーに刺していくとメンタルミスさせてるのはがちょっと読みづらいんですけど、ミズリスク4枚ですね。なんでまあ、こっちのアンリコとか、アンリコにはクラスター、アンリコも弾いていく。お互いにでもランドが1でストップですね。お、じゃあこれも通したくない。帝王ハイロワンボルカニックアイランドからの欧州脱出出芸の足の引っ張り合いですね。この火山から脱出するのはどっちだ。おっ と脱出したのか行き着いた先は同じくボルカダブル火山、しかし2マナですからね。これで2マナあれば何ができるかというと、そうなんですよね。デイブさんの敵の方は結構その自分から動いていくカードがそんなに採用されてないようなリストに見えるので、リアクション系の、そうですね、スナップキャスターメイジが、まあ、3パナに達すればスナップキャスターメイジ結構いい働きする。おアドレさんディスカードですね。これはつらい。チェイスディスカード入った。お互いにこれはでもやることがないのでディスカードですか。いや違う、あファイヤーアイス、ファイヤーアイスベースに、おあ、ランドを寝かした。いいプリン。土地がなければまたディスカードになってしまいますよ。ハイアイス渋いですね。さあ、アズカール倒すか。まあ、こうなると最初のポンダをカウンターしたのが効いてる。そうしましたね。
なると先ほどのような差が、盤面の差がね、ランド3枚と1枚。おそらくデブさん何か展開してくるでしょう。今のでタイムウォーク、まあ、ウォークは通しても良さそうですね、無理してカウンターしてるカードや現状ではなさそう。ここでディグ、これは通したくない。フィーチャー的にはディグ初登場ですか。ただもうパイロ構えてそうだし、無理にウィルはできない。この7枚見て2枚という段に加えると動きを2マナでしちゃうのは、昨日も言ってたんですけどね、泣いてますよね、あるカードが。インパルスが、インパルスが泣いてるよ。2マナで4見て1枚なのに7見て2枚って。インパルスもだいぶ活躍したんですか ね。お世話になったプレイヤーも多いと思うんですけど、デブさんセットで5で、アドリアさんもついにここで、でも図書館を立てました。これで7枚あの状態ですかね、スカートとかしたので、なんで引きながら相手の行動をさばいていけば、実はあるいはというところですね。だいぶディスカードもしましたが、デイブさんの出来た勝ち筋が細いというか、スナップキャスター4リストパッと見た感じではそれぐらいしかない、かなり細いんで、今マナのアドバンテージありますけど、まあ、順当に土地を引かれ続けたら怪しいですね。ちょっとカードの消耗を狙いたいところです。そうですね、あしかしここで決定だ、それが通せないんで、あ、通したモナストリーメンター OK は、これは辛そうですけどね。お互いがジェスカイメンターのことタイムウォーク、あーこれは辛いですね、このタイムウォークは。頼むからのフラスターで文句が出てきて、これはもう無理ということで、これで勝負ありですね、はい、ちょっとまあ自己死というところもね、アドリアさんありましたが、最初のポンダをメンタルミスステップ合わせれたデイブさんがそのまま1ターン目のやり取りからもうマウント取り続けて勝利と。これもまたヴィンテージ、これで1-1ですね。勝負は3戦目に、まあ、ミラーだとサイドライトニングボルトがあって、デイブさんたちがすごく癖があるのでリストがわからないと思う。頑張れば読めそうですけどね。パイロブラスト、パイロ3は入ってきますよね。サイドのパイロ3、イナズマ1も入ってきそう。アドリアさんはソープロ、サンリオスキニが1枚サイドボードを揃えるでしょう。あとはアドリアさんもサイドボードにマウンテン、試験にご参加です。これはできる男のマウンテン、バナベースをしっかり整えサイドに合わせて、存在が2枚入ってますね、サイドボード。もしかしたら文句がいる状況を覆せるのでいいですかも。これは、あ、贈り物登場。これはデイブさん、今回は天からのギフトさんだった。授かったギフトで。お、でも、もう、あ、ゲームまで行く。で、6枚。まずはオンラインで発表が完了しております。いや、ゴーテアレックス。紙のケージは私がお待ちください。ため息出ますよ。ため息出ますよ。
合わせのゲージが使われております。まあ1本目散々やられたんでね、バランスを取りに行こうじゃあ今度は俺の番だ、うん、もうやってやりますよみたいなやってやるってこの野郎と散々引いたよね君っていう君っつって、あの時はよくもやってくれたね、ニヤニヤとさあ、こうやカウンター合戦した方がいいのかな。そうですね、した方が、あれ、クスの手札を減らしたいんだ、一体に。イージーアレックス避けるために反動を少しでも1枚でも多く消費させればね。これはもう通して何もしないでしょう。だからこのターンの行動はおっと、しかしソルリング通しただけで終了ということで、と落ちますよね、やっぱりアレックスの前では。あ、3物、お、ここはダクフェイデンで、おお、リングを奪おうと、うん、これをパイロブラストで、これでもアレックスも起動しなくなるんで、これが通らなかったときは結構ちょっとリスキームーブになりますね。結構リスキームーブですね。これがパイロ1枚でスコントやられちゃうとアレックスが、おお、やられた。今手札は何枚ですか。今これで6枚なのかな、ね、これで次引いたら7になって、次のターンアレックスは一応起動できると。でこの返しの行動に対してのリアクションが取れない。そうですね、おっと、これは悩むぞまあ、サファイア泥棒が、サファイア泥棒が、いや、怪盗がね、この辺りうろうろしてるという。サファイア取られた上にダグエイエン残っちゃうので、もっとアジアから宝の匂いがするなみたいな。あー、ウィール打つか。ウィール打つか。オッケー。おー、ウィール切るとアレックスがね、飛んでくる。はい、ダックフェイデン。ここはしかし、クソロールより噂と。はい、9回戦を始めた後、および第10回戦を始める前に行う予定でおります。サファイア取ると思ったんですけどもね。そうですね。サファイア取った方が手堅そうでしたが、まあ、返してパイだとか打たれても、そこそこ寒い気もしますけどね。そうですよね。また手札がむちゃくちゃ弱かった可能性も。確かに確かに。あとライトニングボルトみたいなのを警戒したとか。墓地に捨ててるのがランボト？あれタイムボルトかな、違うかな、ね、違うか。ボックスかタイムボルトか。ボックスかな、アットって書いてありますけど、どうだろう。タイムボルト入ってなさそうなデッキだけど。ですよね。ボルトキー決めるのか。何かしらのモックスの可能性が高い。なんかルビーっぽくもね。ルビーかな。モックスルビーだ。お、ダフェイデンドローモード。ああ、なるほど。これじゃあトレーズを、はいはいはい。宝探しに行きたかったということです。じゃロマンが抑えれない男だったんですね。宝探しはダメ。いやいや、そうおっしゃらずにそこでまずつまずいてと。宝探したいぞと。海は男のロマンとね、ダクフェイデン船出に出たいんですけども、それを炎が遮るが、しかしつまずいていただきたい。実質アンセストラルリコールなんで。そうですよ、1マナ3ドローですからね。ミスステップを食らわないアンリコって考えるとね、アンリコをインスタントタイミングで打つことも、相手のタイミングとかそこまでないですから、操作にである点はそんなにデメリットではない。さあこれはもうね、暴走ビルでもうしょうがないだろうと。おお、精神壊していく。つまずきと壊しで精神を精
神を壊して、はい、あパイロパイロとあったんですが、パイロダク2枚目パイロと、まあ、ダクフェイデン通すしかないですねこれは。ソルリング取られちゃう形になるんですかね。ソルリングの取り合いになるかもしれないです。お互い奪い合いどうでしょうか。ああでももうダクエデン壊さなきゃダメか。ファイロでうーん破壊しなくて、はいはい、うーん取りそうですけどね、はい、取り合いにはならず、これでこいつが残ればドローから結構有効牌引き当てて一気に盤面変わりましたけど、頑張るとパイロで割り返してこうと、ソルリング取れたのは大きいです。大きいですね、はい、マナがね全然違ってくる。ちょっとドローボー続きそうですね、こうなると。しかしそうですね、まあ本を、ね、貯めたいですね。まああと5ターンドローボーすればお、5マナ、4マナ、いやダックフェイデン、ダック3枚目、これはカウンターするでしょう。エッジ起動するということは数値の放送ビル、このダクが物を言うという読みなんですかね。思い切った、まあ、アンティークと取れるし手札整理できるし、まあ、いいメインから3枚ダク増えてるんですね。デイブさんは、まあ、盤面のクリーチャーとかには触れない欠点もあるっちゃあるんですが、3マナーにしてはね、そうですね、やりよる。紋章いっちゃうとまあゲーム終わりですし、フェイデンを打ち消され、ドローボー状況を先に打開するのはどちらになるのか。うわー来たー、ディグスルチャイン、インカミングじゃないですかこれ。ディグスルタイム、おーノーカミング、ノーカミング、放送ビルの前蹴りで防ぐゲシッとノーハンドになっちまいましたけどねこれはトップ勝負になりそうね。アドリアさん、アンリコってのはゲーム2ですよ。まだお互いアンリコ打ってないと。アンリコ、キボン、キボンヌ、キボンヌは古いな日本語学んでるかもしれない、デイブさん。アンリコ希望ヌー。アンリコ希望ヌー間違った人に日本語を教わると思う。アンリコオラシャスって言って希望ヌーは古すぎる来ないですね。本当にヴィンテージはこうなるんですよね。お互いのデッキパワー高すぎて消耗戦、そう、妨害につく妨害になり、お、4マナジェイス、イン、これはジェイス、キボンおっと、パイロブラス、パイロブラス、パイロブラス、これはやるらしい。ゲットアウト、ゲットアウトしましたね。ゴーホン、ご退場悪道ジェイスが危ない、あんなの着地したらもう終わりですことですからね、ほんとね。お互いもうパイロは打ち尽くした感もね結構出てきましたけど、あーっとこれは瞬章かな、きれい、瞬章カウンターしたい。全力ディグするタイムは一応打てると。いやーちょっと力強いですね。アドリアさんトップ的は力強いですよ本当。おー
度はノーガードのうちに、ああデブさん引かない、ここで何が引けば、おトップからさらにキラー来ますかこれ、ノー、来ない、ノー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 、あと3ターン後にはアレックスが充電中のアレックスが、うーん、ああこういう中の存在、まあ、それは OK、 サムザ力強くサムズアップでからの抵抗、抵抗強いですね、ここで抵抗強い、これ我慢しないでしょうね、多分あのメンターとかこれの中の存在のために取っておいたというあろう抵抗をキャスト、これは強い、セフとか古いな古い用語で古い、あ、ジェイス、ジェイス、JG が、JG はうわー、これはキボンヌ、カウンターキボンヌカウンターキボンヌだね、手札から来ますと言うて、あジェイスがトップから来ますと、もうダメっぽの可能性なぜね、なぜ用語が全部ヴィンテージなのか20… 用語がヴィンテージやっぱヴィンテージだけに、ね、あとこはジェイスは退場と、ジェイスはさすがに即退場ですけどね、稲妻でこれ思えばトップを見てもよかったかもしれないですけど、まあ、手札も補充できたからそれで十分っちゃ十分か、うん、もうそうなるとあいつひっくり返して2パンでね倒してもいいから、うん、うわーい、まだいるんかい許さんぞ、アボーンさんまで現れた、あ、これはもうこれ通ると、これはアボーン、これリアルアボーンでしょ、これもさすがに猛攻がチェイスとか言うやし、熱いやしとかいや、これはちょっと頑張って対処していきますが、つまずく、いやちょっとお渡し KMTG になってますよ、これはお渡し機終わったいやこれはもうだってね、シングも溶け回りされますよ、氷の中の存在が戻ってあるでしょ、あー、変身して、しかもアンリコを使い回すスナップキャスターチャージ、カムバックウェルカムバックスナップキャスター、アンリコ通る長手、アイルビーバック、アイルビーバック、ダダンダンダダン、これはあかん、これはアドバンテージさがもうちょっとどうしようもなさそうなアレックス充電間に合わなかったですねアレックス充電まであと4ターン遠すぎる、ヤシマ作戦張りのあと4ターン耐えればヤシマ作戦ができるんですが、無理ですかね、もう侵入されてますよ食い止まれてないよ全然初号機まあ使徒がねもう殴ってるんで無理とはい、これで GG と充電でき、すさまじかったですね、結構でも途中、まあ、グダったらグダったで面白い展開、そうグダったらグダったら結構面白いんですよね、そうどっちがカウンターを何枚持ってて叩きつける側に回れるか、一旦動くのちょっと早かったかなって、アレックスもう一旦そうですよね、うん、パイロ構えてながらのダックフェイティがベストだった可能性も、なんかアレックスあると結局相手の方が先に動かないといけなくなる、ちょっとアレックスで引いたカードも1枚とかだけですよね、確か1枚ですね、ね、まあ、その通ればすごい強かったです、ソルリング取れたんで、そうですね、うん、ちょっとリスキームーブだったんですけども、それが裏目に出たかなと、ハイリスクハイリターンの選択が裏目に出た、時にはねハイリターン行動がそのソルリング奪ってしまえば本当にゲーム終わるぐらいの勢いだったんですけども、このパラソルなんか意味あるんだろう、照明が
水を反射しないように。光っちゃう。そうなんですよ。隕石よけではない。隕石よけではないですね。6部のスタンド攻撃を防ぐというものではないですね。さあ、というわけでこれでアドリアさんが勝利して第7ラウンド終了。ヴィンテージ残すところ予選ラウンドあと1回なんですけども、多分タイミング的にレガシーの決勝ラウンドスタートになるかもしれないっていうところなんで、ちょっと次の再開時刻がいつぐらいになるかちょっと断言できなくて申し訳ないんですけど、また随時分かり次第このチャット欄にもコメントしていって皆さんにお知らせしたいなと思っておりますので、次はヴィンテージ8回戦もしくはレガシーの決勝ラウンドトップ8、はい、どっちかになるとは思うんですけど、何時開始かちょっと何とも言えないので、まあ、もうしばらくお待ちいただけたらというふうに思います。はい、それじゃあスタッフいるのかな、カメラが切り替わらない、あ、音、あ、はいはいはい、それじゃあこのラウンドは我々2人でお届けしました。また次のね第8ラウンドがレガシーのシングルエビ1回戦でお会いします。